はい、スリープフリークスの水谷です。今回は実践編として簡単にできる Tips 的な音作りをいくつかご紹介いたします。まずはこちらのベース。バウンシーなベースですね。これもちょっとした作業で簡単にできます。まずはオシレーターの波形。 B の波形は純粋なサイン波なのですが、 A は微妙に違いますよね。実は上の部分からではサイン波は選べないんです。ではどこに？こちらの編集をクリックして、右下の方にある下三角形、こちらをクリックし、シングルズの中、実はこちらにサインがあるんですね。今回はオシレーター B にサイン、 A にファットサブを使いました。ファットサブは普通のサインより太めなのでベースに最適です。両方のオシレーターを鳴らすのではなく、オシレーター B を使って A にリングモジュレーションをかけちゃいましょう。そうすることでちょっと硬めな音になるんです。やり方は簡単。 B の音を出したくないのでレベルは0、 A のワープメニューで RM from B を選択。あとはつまみを回すだけで、オシレーター B に作用されたリングモジュレーションがどんどんかかるという仕組みです。だんだん硬く、そして高い感じの音になっていきます。聞いてみましょう。いい感じですね。ちなみにマスターにかかっているエンベロープ1はリリースを少し伸ばしてあります。そして FX のコンプも少しかけてあげるといいでしょう。続いてはこちらの音。よくあるサイドチェーンのバッキングシンセですね。サイドチェーン用のプラグインやコンプを使えば簡単にできるのですが、セラムではいりません。いとも簡単、お茶の子サイサイです。オシレーターは両方ともデフォルトのソートゥース、B だけオクターブを一つ上げてます。両方ともユニゾンを16で、デチューンとブレンドはこのくらい。これでスーパー層的な音色の出来上がり。あとはサイドチェーン効果、 LFO を使っちゃいます。 LFO1 を各オシレーターのレベルにかけて、マトリックスを開いてタイプが右矢印になっていることを確認。 BPM をオンにして1/4。あとはホルダーからサイドチェーン、SC1 から SC7 までサイドチェーンに最適な波形が用意されています。今回は SC4 を使用。 FX でハイパーディメンション、フェイザー、リバーブを少しかけてあげれば完成。聞いてみましょう。簡単ですね。これなら余計なプラグインを立ち上げなくて済むので CPU にも優しいですね。では次はパッド。綺麗な感じですね。これも簡単。マスターにかかっているエンベロープ1はアタック遅めでリリースを少し伸ばしてあります。オシレーター A の波形はアナログのベーシックシェイプス、 B の波形はデジタルのアイキャンハズキック、サブでサイン波も少し混ぜてあげます。オシレーター2つともユニゾンを16で、デチューンとブレンドはこのくらい。 A の方が少しだけ真ん中を下げてます。A のワープはミラーを選択して LFO1 を入れます。 LFO の波形はサイン波、 BPM をオンにしてレイトはバー、マトリックスを開いてタイプは両方向にします。こうすることでワープが設定したパラメータ1から左右に揺れてくれるんですね。 B のワープはベンドプラスにして真上で固定、その代わりウェーブテーブルポジションに同じ LFO をかけます。こちらはマトリックスのタイプは右矢印、こうすることで設定したスタート位置よりも左に変化しないようになります。このようにワープやウェーブテーブルポジションに LFO をかけることで微妙な揺れを表現することができます。あとはフィルターのハイパス12で軽くローカット。FX でハイパーディメンションとディレイ。ディレイは右と左のディレイタイムを変えられるので1/8と1/4に変更。これで完成。聞いてみましょう。では次にこちら。音が鳴るたびに微妙に音が違いますよね。こういうのも簡単です。ベロシティを使っちゃいましょう。あらかじめ打ち込んだ MIDI ノートのベロシティをバラバラにしておきます。
オシレーター A はバウエルの一番上、 B は同じくバウエルの上から3番目、両方ともワープはベンドプラス、あとは LFO の隣にあるベロ、こちらを両方のウェーブテーブルポジションとワープにかけます。ベロシティが0の時はどこにしますか？ベロシティマックスの時にはどこにしますか？と設定すれば、ベロシティが変わるごとにパッパッパとパラメーターが変わるという仕組みになってます。同じベロをフィルターのホルマント2のカットオフにもかけちゃいましょう。より変化が楽しめます。ディストーション、ディレイ、コンプ、リバーブをかけて完成。ベロシティはいろいろと応用が効きますので、ぜひ試してみてください。それでは最後にこちらのリード。なんか複雑そうですよね。でも簡単です。まず最初に次の音に滑らかにつなぐためにポルタメント。他のシンセではグライドとも言いますね。それを設定しましょう。あらかじめミディノートは滑らかにつなげたいところだけを少し重ねておきます。そして右下にあるボイシングのモノとレガートをオン。その下のポルタメントで滑らかさを調節。今回はこのくらいですね。オシレーター A は編集画面の右下下三角形からマルチの中の上から2番目の波形。ウェーブテーブルポジションをこのくらいの位置に設定しておきます。ユニゾン3でデチューンとブレンドはこのぐらい。ワープをシンクにしてパラメーター位置を10時くらい。ここに LFO 位置をかけます。マトリックス画面でタイプを両方向。ほんの少しだけ両方向に揺れるように設定します。LFO の波形はサイン波にして BPM をオン。レイトを16分の1。次にライズをバーにします。こうすることで1小節かけてこの揺れになるので、音の出だしや短い音の時は音が揺れないで、音が長いとだんだん揺れるという仕組みになるんですね。次にオシレーター B。波形はデフォルトのままでユニゾンを2にします。ここからがポイント。グローバル画面でユニゾンの B の方のレンジを24にします。ブレンドは右マックス。そしてデチューン。ここに LFO2 をかけます。波形はスクエア。マトリックス画面のタイプは右矢印。こうすることで上か下か、すなわち青の先端かパラメーターで設定した値かという2箇所だけの往復になるんですね。でも、このままだと最初に上、すなわち最初に両サイドに分かれた音が鳴ってしまうので、デチューンのつまみを右マックスにして、青の先端を逆にします。こうすることで最初に真ん中で普通の音が鳴ってから、両サイドに分かれたオクターブ違いの音が鳴るという順番になります。LFO2 の BPM をオンで16分の1。今度はディレイを4分の1。こうすることで音の出だしの四分音符分は LFO がかからないで途中から揺れるっていう寸法ですね。サブオシレーターで1オクターブ下のスクエアを少しだけ混ぜてあります。あとは FX でハイパーディメンション、ディレイ、リバーブをかけて完成。いかがでしたでしょうか。簡単操作でもこれだけの音ができちゃうセラム、非常に魅力的ですね。慣れればもっと面白い音もできちゃいますので、ぜひいじり倒してあげてください。ありがとうございました。